こんにちは。豊高さん、まあ、先日ベストナイン、はい、そして MVP が発表されましたけれども、はい、やっぱり今年もいろいろありました。でもちょっと俺を褒めなきゃいけないだろう。あ、そうです。ほぼ当たってたの。もう当てました。ただやっぱりね、うん、まず一つは基準を設けてほしいな。もうそうですね、うんうん、例えばそのポジションで何試合以上、うん、出場してないと権利がなくなるとかさ、はい、まあゴールデングラブはあるのかな、うん、あります、うん、ゴールデングラブは明確のがあります。でもベストナインっていうのはあまりないでしょ。全くないです。だからある程度の基準を決めないと選ぶ方も大変だと思うよ。まあまあそうでしょうね。だってそれに達してない人はいくらいい成績を残したって選ばれないっていう、うん、もう最初からの決め事があればさ、はい、それは除外して、うん、決めれるしね。まあ選びやすいですよね、うん、だからそれはやっぱりね、基準を設けた方がいいなっていうふうに思うな。そうですね。今回の、まあ、その記者投票でもいろいろ物議を醸しまして、まあ記事になっているのが、日本の記者投票は匿名のままでいいのか、そしてベストナインでのおふざけ票に評論家指摘というところで、ファンの間でもベストナイン発表後に SNS を中心におふざけ票はいらない、ファンが楽しみにしているタイトル舐めてるのか、〇〇選手に投票した記者名乗り出ろ、バカにしているといった反響も結構辛辣のものも結構する。いや、それはあるよね、はい、それはね、ファンだって、うん、あ、自分の応援したチームのあの選手が取れるといいなって思ってると思うんだよね、うん、はい、いやだけど今年は負けかなって思って腹決めてる時に、うん、え、こんな選手みたいなことになると、はい、頭にくるの分かるよ。ですよね。頭にくる。だって1年間さもう本当身を粉にして一生懸命やった結果でさ、うん、ね、それは取れた選手っていうのは素晴らしいけども、やっぱね、取れなかった選手とか、でもこの選手なんで入ってんのっていうさ、いうことを考えると、やっぱり見てないのか、それとも本当にふざけてるのかですよ。だからそれはちょっと許しがたいよな、うん。で、阪神 OB の中田さんが投票の内訳を見たそうなんですね。で、それに関して投票の内訳を見たけれど、ベストナインでは考えられないような名前がいくつかあった。で、かつて投票される側にいた人間からすると、普通は投票されて嬉しいと思うものなんだけど、今回は投票されたことで逆に恥ずかしさを覚えた選手が何人かいただろうねと指摘ということで、その考えられないような名前を書いた記者が何名かいたと。まあまあそうだね。ちょっとだからどういうつもりで書いてるのか、本当ふざけちゃってるのか、まあ、まあ、ただ本当に見てなかったら、もう印象というか自分の頭にある選手だけを、まあ、並べたというかね、まあ、そういうことはあるけども、やっぱある程度の基準と、はい、やっぱ匿名ではなくて、やっぱちゃんとした誰が投票したかっていうのを、うん、分かるようにした方がいいな。あの無記名じゃちゃんと書いた方がいいっていうことで、今年見れませんでしたっていうんだったら、うん、もうね、その投票は辞退するとか。そう、でも記者で全然見てないというのは何の仕事をしてるんでしょうかね。いや、その部署が変わったりとかするとやっぱ見れないや、そういうことだってあると思うよ。途中で移動、途中で、で人に任すとかね。だあるよやっぱり。なるほど。そらね、12球団見れないって。まあまあそうですね、記者だって、はい、だからもう成績を追っていくしかないし、はい、それだけじゃないものっていうのはたくさんあるわけじゃない、うん、だからある程度やっぱ基準を設けた方がいいっていうことだよね。ですよね、うん、あとあれベストナインだったかな、山本由伸投手が満票じゃなくて1票入らなかった、違う選手に行ったので受賞はできたんですけど、まあ、そうだよ、1票だけだね。ただ1票あったら満票だったんだろう。そうなんです。ただその1票が同僚の、まあ、平野投手だったと、まあ、別にこれ平野投手は全く悪くないんですけど、なんていうかまあでもその記者は平野投手が、まあでも抑えの大変さを知ってるのかもわからないよ。まあただやっぱ山本由伸だよな。いや、ね、どう考えてもそうだと思うんですけど、うん、とか、なんでしょうね。だからこれを機にやっぱり投票する方法をやっぱ変えた方がいい。豊さんがその元 OB に例えば2ポイントあげるとか、そういう風にしたりとか、まあ、記者でもね、うん、5年、ね、うん、経ってから投票権があるっていう風に、はい、まあ、解説者も、まあ、5年経ってからでもいいから、うん、やっぱこうちゃんと見れる人、うん、に投票された方が選手たちも嬉しいんじゃないかなっていう気はするけど、ね、あとは例えば
選手間投票じゃないですけど、うん、OB プラス選手の間でもその票を入れてやっぱ真のベストナイン、そうだね、その方が価値あるような気がするんですよね、うん、いややっぱり一緒に戦っててさ、うん、やっぱあいつには今年負けたなって、はい、悔しいけど名前を書くっていうのはこれはもう当然あっていいことだよね、うん、ただそれにはやっぱある程度、うん、そのポジションで何試合以上出た、うん、何イニング出たっていうことを明確にやっぱした方がいいよね、ルール化はあった方がいいですね、そりゃそうだよ、うん、じゃないと試合数は相当違うのに、うん、ねえベストナインになったりとかさ、はい、やっぱり基準がないからそうなるからもう仕方ないよねそれはね、まあ、そうです、あのルールが明確なの全くないので、じゃあその人の印象だでしたっていうふうに言ってしまえば、まあ、それまでだからな、それまでなんですよね、うん、結局だからなんていうの、本当に解説者にね、はい、まあいる人たちとか、まあ沢村賞っていうのは沢村賞をね、はい、取った人たちがこう決めることじゃない、はい、だからすごく権威を感じるんだけども、だからベストナインもベストナイン取った人とか、うん、いろんな各ポジションで取ってるじゃん、はい、だからそのポジション別でもいいから、はい、じゃあ今年の牧と中野はどうだったんだって、うん、じゃあやっぱり打点王だろうみたいなことにもなるわけだよ、うんうん、だからそういうことで決めてあげた方が価値としたら上がるんじゃないかなっていうような気はするけどね、そうですよね、あの本当に今のまま、いや記者の人たちだって本当によく考えてね、うん、悩み抜いて書いてる人もたくさんいるんだよ、うん、ただ分からない人が、ね、うん、ポンと出すっていうのがね問題なんですよね、問題なんだよね、で毎年毎年あるんですよ、毎年この議論があってもまた翌年同じことになるんですよね、そうだね、いやだから本当これだから無記名ではなくてやっぱり名前をきちんと書く、それからおっしゃったように例えば、ね、規定の何か設けるルールを、であと OB だったり選手間の投票っていうのも例えば入れてもいいんじゃないかとか、そういうふうにしないとベストナインの意義というかそのすごいねっていうものがなんかなくなっていっちゃうような気がして、まあ、そうだな、うん、まあでもあの選ばれた人たちっていうのは、うん、まあ、納得はするんだけどね、はい、ただ本当にプロの目で見たりだとか、うん、本当に見てる記者たちが集まって出した票っていうのが、うん、じゃあどうなるんだっていうね、そうなん、満票で選ばれる人だっていてもいいと思うんだよ、もちろんですよね、だから満票って本当になんか誇りだし、うん、ね、そういうのが満票じゃなくなるっていうのがさ、いや、そうですよ、やっぱり一つカクッとくるよね、そうで、だから今ネットの記事で本当平野投手が上の上位に上がってて、別に平野投手は全く何も悪くないし、もちろん活躍しましたし、いやもちろんあのなくてはならない、ね、いやそうなんですよ、チームメイトだし、うん、抑えのピッチャーでね、そう、まあ、非常にあの厳しいところを投げ抜いた、まあ、一人の投手だけども、うん、じゃあ山本とどっちかって言ったらやっぱり山本だよなってなるのが普通だけど ね、うん、ですよね、だからもう変なことで名前が上がってしまって、なんか逆になんか本当平野投手がなんかかわいそう、申し訳ないみたいな、ね、申し訳ない、そうですそうですそうです、本当、ね、とか、あとまあもちろん上位の選手たちもそうですけど、各部門であの大体選手に何票入ったのか、下位になっていくにつれてこの記者さんはなんでこの選手に入れたんだろうっていう、まあまあ、名前もあったりとかで、まあその関係値じゃない、仲いいとか無記名なのに、そう一緒に飯食った一回飯食ったとかさ、まあ、そういうことかもわからないそうか、いやでも本当にちょっと何かしらの工夫だったりシステムを変えていかないと、そうだ、ね、ファンが納得しないと、うん、思います、だから沢村賞ってさ、はい、ある程度の規定があって、はい、それに到達してない、うん、じゃあその時にはどういう妥協案があるかっていうさ、うんうん、はい、そういうことをみんなで話し合いながらこう決めていくじゃない、うん、はい、まあ、ああいう権威のある賞であってほしいな、じゃないとやっぱり1年間働いてさおちゃらけでさ投票されたらさたまんないよね、うん、だからまあほとんど大半がおちゃらけではないんだけどさ、うん、もちろん一部のね、うん、人たちっていうのはもう本当に投票できなかったら辞退をしてほしいよな、うん、そうですね、あの罰っていうふうに書いて、そう、うん、分かりませんとかね、はい、うん、今年は見れませんでしたとか、うん、まあ、そういうことでもいいと思うんだよ、うん、と思わないか思います、いや本当思います、だからそういう意味では
本当にね、規定はしっかり設けた方がいいな。そうですね、その方がそのファンもそうだし、選ばれる選手側もやっぱり気持ちよく喜べる、まあ、納得するよね、うん、と思います、うん、はい、なんかもし皆さんもね、こういう風なルールにした方がいいようなどあったら、ぜひコメント欄に一言お願いします。はい。